白鳥座16番星 BB または HD186427B は白鳥座の方向に約69光年離れた位置にある太陽系外惑星である。この惑星は三重連星系の白鳥座16番星を構成している構成の一つで太陽によく似ている構成 B を構転している。約799日でを転しており、 初めて発見されたエキセントリックプラネット、そして初めてミエレン星系内で発見された太陽系外惑星である。1996年10月、白鳥座16番星 B を公転する大質量の惑星の発見が発表され、白鳥座16番星 BB と命名された。加減質量は木星の1.68倍と求められ、当時発見されていた。 太陽系外惑星の中では最も軌道離心率が大きな惑星であった。軌道傾斜角が直接計測されてない上連星系の動的モデルが公表されていないため、質量は下限値しか求められていない。太陽系の惑星と白鳥座16番星 b b の軌道の比較太陽系の惑星とは大きく異なり、白鳥座16番星 b b の軌道は非常に楕円型で、 その距離は 0.54au から 2.8au まで変化する。この軌道離心率が高い軌道は、連星系の超積相互作用によって生じた可能性があり、今後数百万年の間、白鳥座16番星 BB は軌道の歪み具合を大きく変化させる可能性も考えられている。2001年に行われた一天文学観測では、 白鳥座16番星 BB は地球からの視線角度に対してかなり傾いている可能性が示唆されている。また、この場合だと惑星の質量が木星の14倍になると見積もられた。これは惑星と褐色外星の境界線である13、木星質量を超えているが、後の観測でこの値は、 惑星の質量としてあり得る上限値であることが判明した。白鳥座16番星 BB は主星白鳥座16番星の視線速度を使用して間接的に発見されたため半径や蘇生、表面温度などの物理的特性は知られていない。2012年には質量が木星の約2.4倍であれば惑星系が安定することが示された。これは 加減質量ではなく真の質量である。超積固定が発生していれば、さらに安定するとされている。極端に歪んだ軌道は、白鳥座16番星 BB に、極度の季節変化をもたらしている。それにもかかわらず、シミュレーションでは、地球の月のような衛星が、比較的近い軌道に存在していれば、白鳥座16番星 BB が軌道を好転する、間に、表面に、 液体の水が存在できる時期があることが示唆されている。ありがとうございます。